はい、どうも、ジンです。まっちゃんです。あれダンベルよりも女子の手を握りたい、まっちゃんです。そう、俺のやつです。ダンベルよりも女子の手を握りたい、サイヤマングレートです。出た、本家の方。そしてダンベルよりも女子の手を握りたくない、プロタンです。握りたくないんですか。ダンベルよりも女子、あ、ダンベル握りたいです、うん、まっちゃん、こっち。すみません、開幕早々仕上げました。すみません、失礼します。僕センターでいいですか。肉肉しい。肉肉しいですね。いやちょっと映像が肉肉しいんですけど、今日の動画はこの3人がなんとボディービルで同じ階級で競います。まあこっから残り6日ですね。はい、ちょっと俺まっちゃん初体験じゃない。だからもう、はい、そうそう、ね、あ、まっちゃん、サヤさんのファンなんで。あ、マジですか。じゃあ乳首取って。乳首取って。ってことで、あの大会6日前ってことで、はい、それぞれの心境っていうか、あの体の変化っていうか、どんな減量だったかっていうのをぜひ聞きたいなと。そうっすね。サイヤさんからお願いしてください。僕今回もう結構増量したんですよ。72キロぐらいまで。72まで。72近くまで、はい、でこそこから60まで絞るっていうのが初だったんで、はい、12キロですね。2キロ、はい、まあ、まだ62キロ弱なんで、 61.8 とかなんで結構ギリギリな感じ。ギリギリですね、はい、これ やばいんですよね。計量はちなみに前日行かれるんですか。前日一応行って、はい、でまあ通ったらカット入れようかなと、はい、感じなんですけど、はい、まだあとこっから2キロかみたいな。あと2キロ、あと2キロ絞んなきゃいけないっすよ。だいたい2キロもう、はい、長いっすね。4ヶ月ぐらい こんな長い減量今まで初なんで、いつも1ヶ月か2ヶ月、はい、1ヶ月半とかでキュッと 絞れちゃうんで、はい、この4ヶ月はずっとオートミールを飲み続けて僕はあの食事でとか動画をあのツイッターとかで見てるんですけど、あれ結構究極ですよね。いやもうめんどくさいなと思って結構だって皆さんちゃんと調理して、はい、ね、食べてるんじゃないですか、はい、すごいなと思って。もうめんどくさくなっちゃって、入っちゃえば一緒だなと思って、はい、もうオートミール飲んで水で流すっていう、はい、っていう感じです。いや確かに入ったら同じなんですけど、入ったら同じですね。あの感情というか食欲というか、あのそういうのも大丈夫なんですか。無ですね。無ですか。もうなんかやべえなって思ったら、はい、とりあえず飲みます。究極っすね。酒は飲む、酒はもうやめたんですけど、酒はでも、はい、最近まで飲んでました。ちなみにビールですか。いや、ハイボール。ハイボールですか。もうそこは一応ビールはもう、はい、くっそ飲みたいけど、はい、一応ハイボールにして。なるほど。酒は最近まで飲んでました。あ、はい、12キロ絞るのに4ヶ月ぐらいですね。4ヶ月ぐらいですね。まだ絞りきってないですけどね。ちなみにそのサイヤさんの、まあ、いつもコンディションバキバキじゃないですか。はいはいはい。のその減量の時に意識してることというか。意識っすか、はい、意識か。まず減量を始めるって言ったら、さやさん何から始まるんですか。とりあえず俺はもう本当に胸肉とオートミールを食うっていうところからです、ね、はい、で脂質をちょっと減らしていくみたいなぐらいなところっすね。糖質は普段から結構取られるんですか。普段からまあまあ、今でもちょっと、まあ、かなり少なめにはしてるんですけど。でまだゼロではない。ゼロじゃないですね。なるほど。今も春雨ヌードル食って、さっきもオートミールガンガン入れてたんで、はい、まあ、入れたっていうか、まあ、本当に作業ですね、はいはい、もう味気のないオートミールをそのままこんなで入れて水で流し込むっていう、もう鳥の餌ですよね。なるほどですよね。実際糖質今1日何グラムぐらい取るんですか。あー、何グラムとかはちょっと決めてないですね。もう皮膚感というか、なるほど、体重減ってるかなぐらい。なるほど。もう全然そこら辺にやっちゃうと多分、はい、もうストレスになっちゃうと思うんで。なるほど。感覚で米でいったら茶碗一杯分ぐらいな感覚ですかね。米でいったらまあまあそれぐらいですかね。そんなもんすかね。じゃ最初の減量は、じゃ脂質、ダメな脂質から徹底的に排除、徹底的に排除して。なるほど。っていう感じですね。なんでまあ白米は、はい、1週間前ぐらいまで食ってました。あ、食べてる。軽くっすよ。もう一膳とか食べないですけど、もう普通に定食、サバ定食みたいなの食べるんですけど、はい、もう半分の半分ぐらい入れるんですね。
脂質はやっぱ一応良質なそういう魚の大魚とか、まあ、魚っすね、魚と、まああとは俺結構アボカド好きなんで、はい、だいたい女子も好きじゃないですか、うん、好きですね、うん、ダンベルよりも女子の手を握りたい狭っくらいですね。だからあの女子が好きな油っていうのは、まあ、こう俺も取りたいということ、はい、アボカド食ってるなんかこう女子寄ってくんじゃねえかと。あくまで基準は女子なんですか、ね、やっぱ女子とかね、こうそうですね、はい、アボカドがうまく切れてこうさばけるとやっぱこう女子が寄ってくんじゃねえかっていう思いでね。それなんか女子とのコラボ動画でやってましたよね。最近多いですもんね。最近多いですね。やっぱそう 筋肉が好きな女性も増えてきてるんで、はい、最近結構女性が寄ってきてくれますね。はい。寄ってきてくれてるのかわかんないですけどね。なるほど。じゃあサイヤさんはどっちかっていうとそのダメな脂質からカットして徐々に糖質で調整って感じですか。糖質で調整っすね、本当に。なるほど。そんな感じです。ケンケンは？僕も。ケンケンって声やもう誰か分かんない。今さっき胸トレ終わったばっかで、はいね、さっきやったんですよ。意識がもう騒然としてるんですけど、俺もさっき2人結構やっちゃってこんなやるのと思って、はい、今日トレーニングウェア持ってこなかったんですよ、はい、こんなやると思わなくて、はい、ガチでやったんですね。すっごい追い込むんですね。え、さやさんそんなやるんですか。いや俺もまあ追い込むんですけど、はい、こんな追い込むんだっていうぐらい追い込んでて、すげえと思って。マジですか。しかもほとんど休憩もなく。そうですね、今回はちょっと心拍数で心配的な感じのトレーニング、ただはその減量を今回何キロ幅ぐらいかやったんですか。いやもう本当になんかよくわかんない感じで始めたんで、はい、まあ言うてでも約7キロっすね。あ、7キロ、あ、そうっすよね、はい、65ぐらいから。64.7キロぐらいから落としたんで、もう7キロぐらいっすね。最初のあの減量の方法というか、最初はもう全然知識ないんで、はい、ダイエットしかしてこなかったんで、やっぱダイエットと減量ってこんな違うんだみたいな、はい、そっからで、まあ同じですよね。なんか脂質をカットして、はい、であと僕もなんか何グラムとか PFC バランスがよく効くじゃないですか、はいはいはい、全くよくわかんないんで、はい、それは次の日体重が減っていれば確実じゃないですか。そうですね。それとあとその筋トレしてる時の感覚で、はい、重量落ちてるなっていうのが、はい、を考えてやってました。でなるべく重量が落ちないように、はい、まあ、脂質油をカットしながらっていう感じですか。体重落としつつ筋力的にダウンしてないかっていうその2つを確認して目安に落ちていってますね、はい、なるほど。なんか減量中気をつけてたこととかあります。減量中気をつけてたことですか、はい、やっぱりなんかもう大会終わった後のバルクアップが楽しみだったんで、はい、いかにもう筋トレ中もう根性で重量落とさないかってことだけしか、はい、ああいいっすね、こだわせなかったですね。もう絶対落としたくないと思ってたんで、オフの時の重量絶対落とさないようにですね、はい、なるほど。あ、落ちなかったですか。重量3レップ落ちましたマックス。あ、キロは落ちないですね。キロはまあなんとか上げれるんですけど、やっぱ2レップ3レップ落ちてますね。多分5キロぐらい落ちたんじゃないかなみたいな。あー、サヤさん落ちました。俺もがっつりと。どのぐらいで落ちるんですか。まあ結構フォームがフォームがって言われたんですけど、はい、まあその減量初期ぐらいの時に200引けて、お、引けんじゃん、はい、そっからもうガクン落ちて、この前、はい、180がまあ上がったけどこの先どうなのっていうぐらいの落ちた。なるほど。いやでもなんかいきなり来るんですよね。いきなりガクン落ちて、はい、それはで、スクワットとかも150ぐらいで、あ、もうこの次160上がるかどうかかなぐらいな感じでガタッと落ちちゃって。特にやっぱあれですね、デッドとか足とか高重量系ってやっぱりガーンときますよ。ガーンともう、はい、あれショックですね。ただこう絞れてくる体を見るとまあいっかみたいな。なるほど。あ、なんとなくわかります、はい、重量は落ちるけど、それとは控えになんか見た目が良くなっているから、そこでなんとか気持ちが耐えられてるんですよね。そうですね。筋量落ちてる感とかやっぱあります。筋量、はい、筋量はまあまあでもやっぱちょっと一回ちっちゃくなったかなっていう感じはするんですよね。ありますね。でもまあ絞れてきてるし。いやもう久々にさやさんに会ったんですけど腹筋がやばすぎて。そうですね、俺も久しぶりに自分の腹筋見て
お前やっぱすげえなみたいな。お前やっぱすげえ腹筋してんじゃんみたいな。やばいっす。もう腹筋がでかすぎてわけわかんないですよね。俺だからまあもしかしたら本当にボディービルでは不利になる可能性ありますからね。腹筋でかすぎて。なるほど。バランス的に。バランス的に。うん、でもまあもう面白腹筋を追求していこうという感じですね。なるほど。唯一無二。唯一無二の日本代表面白腹筋です。はい。メンバー一人じゃないですか。もうこれになれる人はでもさやさんしかいないんで、はい、アローラおすすめです。じゃあまっちゃん一応聞いとく、はい、僕今頭真っ白ですけど大丈夫。まっちゃんはどんな、まっちゃん何キロから今回スタートっけ。僕一番最初は78です、うん、まあ大体80ぐらいだったね。80、78とか9とか80手前です。ファイナー80って前、減量っていつからやってるの。でも、まあがっつりやり始めたのは3ヶ月前から。そう、本当は一回去年ある程度体重減らさせて、そこから70以上増やすなって言ってたんですよ。でも本当にこんなに太りやすいというか、糖質でこんなに太るんだっていうぐらい彼は太りやすいんですよ。へはい、そういう遺伝子を結構持ってて、はあ、で気づいたらなんか80何キロとか85キロとか平気でいっちゃうんですよ。へぇー、セーブしないとちょっと太ってしまって。太る才能あるんですね。ですね。なんでまあ80からどん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 落としていって、3ヶ月ぐらいで今60点、あ、今、うん、60.2。うん、まっちゃんが一番気にかけてたことは減量の食事で。あーと、食事ですか。もうとにかく僕は糖質ですぐ、さっき言った通りすぐ太ってしまうんで最初は脂質を減らして、うん、で、まあ、糖質をとにかく一口多く食べるともうすぐ体重に本当に反映されるぐらいの。じゃあ外部からの量が中で膨らんでいくみたいなもう、はい、もう直接反映されてんじゃないかってぐらい。そんなに食べたっけってぐらい増えるんですよ。玄米一口でもうすぐ変わるんですよね。やば、珍しいっすよね。なんか感受性が強いんですよ。でも逆にそれでここまで絞れるってマジ才能っすよね。あとラーメンおごりますよ。いや、おごってあげてください。おごりますよ。はい、おごってあげてください。そ、大会前に足引っ張れ。大会行こう。ありがとう。一番いやらしいや。一番いやらしい。なんか一番どっちかというと入っていそうなタイプなんで、さやさんの言うことならみたいな。今おいくつなんですか。23です。あ、若いね。はい、ラーメンおごりますよ。今日しかおごってくれないですもんね。今日は特別に家系ラーメン大盛りで、はい、白米もつけようか。今日ぐらいいいじゃないの。チャーハンもつけたよ。僕それ1日食ったら一気に5キロとかいきますから。行ったそばから俺がよだれ出てきた。確かに食いたい。まあ、っていう感じで、まっちゃんは減量幅20で、まあ、58後半ぐらいで仕上げる予定かな。そうですね、58後半、はい、で、やっぱその後カーブアップ見てるんで。ああ、前日計量で。はい、で、前日から58点後半に行けば、カーブアップしながら前日計量できるんで。ああ。で、当日にピークマン持ってこうかなって今。ああ。で、彼は1日10リットルぐらい水飲むんですよ。へえ。だって今ちょっともたついてるんですけど、なるほど、水飲まなくなると結構パキッてなるんですよ。へえ、はい、すげえっていう感じがまっちゃうんですね。俺60切れるかな。せいぜい切れなかったら出れないですよ。切れなかったらもう叩かれて終わり、はい、すいません、まあ、出ますけど、まあそうですね、意地でもね、はい、で僕的にやっぱさやさんってフィジークも出てたりとか。そうっすね。ボディビルもだって出たことありますもん。そうっすね。まあ、まだ分かんないですけど、はい、まあ、ボディビル終わってその後ちょっと分かんないですけど、ちょっとオールジャパンも出ようかな。あ、フィジークですか。フィジーク、まあ、そのまんまちょっと1週間ぐらい気抜いて、ちょっとまあ様子見ですけど、はい、まあ、7月末ぐらいにあるじゃないですか。はいはいはい。168以下もう一回挑戦しようかどうかなっていう感じですね。せっかくここまで来たんで。そうですよね、絞ったんで、まあ、もう一回ちょっとフィジークもありかなみたいな。なるほど。感じですね。ちなみにボディビルのさやさんの意気込みはもちろん優勝する。優勝したいっすよね。優勝したいけど、まあ、優勝したいっすね。ただ激戦、はい、ここ激戦区だな。実は40人ぐらいいるから。今回40人ですもんね。一番激戦区っすから。
僕的にはですよ、この3人は多分予選は僕は行くと思ってるんですよ。行きたい、行きたいですね。ポージングが見てないんで何とも言えないですけど、ね、ポージングやばい、練習しなきゃ、はい、コンディション的にはまあ3人予選通過して、サイヤさんは僕はまあ5位以内もこう確定だとは思ってるんですけど、ね、行きたいですね、はい。でこの2人がそこにどこまで入ってこれるかっていうのが今回だと僕は思ってます。行けるところまで頑張りたいと思います、はい、行けるところまでね、行きたいですね。たったの距離の道もう死んでるじゃないですか。死んでますよ。結構だって、いや、びっくりするぐらい追い込んでて、胸終わった後に今度なんか、はい、気がついたらなんか肩やってて、どんな気やんの。本当にびっくりするぐらい追い込むんですよ彼。びっくりするぐらい追い込むし、はい、ちょっと後で飯でも食い行きませんかって、はい、まあ、コンビニで、はい、いや大丈夫ですって、もう自分が食べるものちゃんと決めて、時間が来ないと食べないっていう。そうですね、すげえ結構ストイックっすね。超ストイック一番ストイックかもしれない。ちょっと一個言っていいですか、なんでそんな適当なのにそんないつもすげえですか。でもみんな思ってると思うんですけど、大体こんなんじゃないですかみんな。いや、あれ減ったらちょっと入れるみたいな。もうちょっと多分みんな考えてると思うんですけど、あ、そうなん、僕さやさんがすごいなと思うのは、全然ふざけてるわけじゃないですけど、結構適当じゃないですか。まあ割と適当っす、はい、なのに毎回このピークにこの体を持ってくるっていうのはすごいなと思って。いや本当僕も同じこの環境に入ったことによってサイモンさんの凄さがありました。はい、あツイッターとかで薄皮一枚な腹筋あるじゃないですか、はいはい、僕もあそこまで行くんだろうなって勝手に思い込んだんですよ、痩せたら、はいはい、あそこのレベルに行くって相当いかないですよね。いかないです、相当な根性じゃないし、はい、と。あれもうアブローラやった結果です。あれもあの春の皮一枚っていうのがあるんですけど、ツイッターであれもアブローラをずっとやって、あそこは痩せていくもんじゃないですよね。いや、やっぱセンスとなんかやっぱりそういうのがあるんだなと思って、改めてすげえなと思っちゃいました、あの薄皮一枚は。料理が喜んでます、はい、なんかもうサイヤさんはその腹筋から仕上がっていくっていう謎の現象が起きるじゃないですか。俺はもう大体腹筋からこうブワーッとこう広がってきますから。普通、原によって、なんですかね、まあ、強い部位から結構仕上がりやすいですよね。あー、なるほど、はい、僕だったら結構胸肩周りから仕上がってくるんですけど、大抵毎回腹筋が僕どっちかって弱くて、へー、腹筋に合わせて全体絞ろうとすると全体がちょっと元気なくなっちゃうんですよ。あー、はい、腹筋から仕上がるっていうのは本当に羨ましいですよ。腹筋からっすね、もう全然まだ足とか甘いんで、そこからあともうちょいかけて、時間かけて、なるほど、あと2キロって感じですね。まあ、っていう感じの、まあ、3人のちょっと減量を聞きながらの、ちょっと対談だったんですけど、はい、なんかあります、いい内容、内容、いい、いいというか、だいぶ無茶ぶりじゃん。まあじゃあ、腹筋の音でも聞き、はい、ここでちょっとさやさんの腹筋の音っすか。やばいっすよね、本当にこんな感じで、これ、本当にすごいっすよ、これこれ、やばい、これだって、ね、溝2、3センチありますもんね。これ結構、だから本当に俺がもう一人いたらここでクライミングできるんじゃないかって。いやー、段差ですもん。これはだって普通、見れたもんじゃない。やばい、やばいんだけど、ちょっとね、僕のあの動画で多分 見たことない方多いと思うんですけど、サヤマンさんで、この腹筋ほんと神なんですよね。日本一ですね、余裕で。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。チャーム筋肉は腹直筋。シックスパックの向こう側、エイトパックです。ちょっとテンパックになりかけてる。なりかけてますよね、下に。いや、ほんとテンパックでしたもんね、さっき。すげえ。すげえ。あ、ちょっと、誰か、YBJ で腹筋大会作りましょう。俺が優勝できるやつ。まあ、っていう感じの、今日は皆さんのコンディションを聞いたと。